奇跡連発コントみたいなガチバトル。こちらはサーフゴ。ガチグマやめて。ガチグマから来たー。さよならだ。持ち物交換だけしとこ。サーフゴは突撃直球を手に入れた。速度 1.5 倍。直球だったら耐えるんじゃね。うめえ。なんか噛み合ったぞ。直球2人持ち。軍人みたいな装備してるやつ多いんだが。その後ガチグマを起点に羽ばたく神が瞑想。北東と独房が上昇。ガチグマの大地の力。ほらこのダメージを無限に瞑想しちゃおう。強欲な三隅瞑想。北東独房 2.5 倍最強の羽ばたき爆弾。どうやって倒す。あーごめんごめんなさい。これが欲望にまみれたトレーナーの末路。一番いいタイミングで飛んだ。なんで相手の人とコントしてるんですか。真剣だわ。ちょっと欲望出しただけなんよ。その後ウーラウス同士の対バン。雷パンチ急所で勝ちです。いけ急所急所に当てろ。あよしよし死ぬの死ぬの。相手のウーラウスは痺れて動けない。よし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 あるぞあるぞあるぞ。あみんな欲を出すのはやめような。後悔覚悟視聴者から送られたフェミニスト。マルキー色違い2ピーカラーしてますな。名前がウサゴン。なんで僕ないや。一般人がゲームに参加しちゃったみたいな見た目はしてるけども、僕どんな技を覚えてんだろう。体当たり気合ダメ猫魂手助け弱そう。僕にできる最大限これか。こいつでも進化するからな。僕何に進化したいだろう。考えたけど誰にも進化したくないな。ハイオーガになりたい。アポエラー嫌だよ。一番嫌だ。ハギイシリ。名前がフェミニスト。難しいってどうコメントすりゃいいんだよ。高校生でこんなポケモンを送ってくるな。気取ってるフェミニスト。自分に自信があっていいと思います。あーウサゴンさん配慮したか。本心だわ。でも攻撃的なんだよなこのフェミ。攻撃力高いね。頑丈顎で噛みついてきそう。ハギギシルの話ね。ウサゴンさん多様性認めず炎上。なんで少数派の人間が多様性認めねえんだよ。多様性認めるんだったら僕みたいな少数派を救ってくれとは思う。僕はどこにも属さない言語化できない少数派だから僕を救ってくれ。自分のことしか考えてないから僕。すみませんでした。反省も後悔もないです。ろくでもねえ。これ何やりきった感出してんだ。レジギガス3匹を探してる最中に大事件が起きました。あこれはこれは誰これもう誰のレジギガスレジギガス人狼できるわこれ。いたわいたわ。これいためっちゃ近いじゃん。めっちゃ近いよ。えこのレジギガス誰じゃん。これえあれあれラムちゃんの、え、ラムちゃんの画面に2人映ってて、僕の画面に2人映ってんだけど、じゃあお前誰、え、お前誰、お前誰、これ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 、ごめん、ごめん、僕のレジギアスだった。ふざけんなよ、おい、おい、って、ホラーだと思ったのに。お前やなんで出てんだよレジギが、ね、さっきレッツゴーで電池の倒したから本当にしっかりしてますね。全然交流したと思ってたもん。本編は関連動画から視聴者から送られたポケモンの名前がひどすぎる。ハリタツ色違い名前がシャリだけいいね。上の部分、イカであれよ。ご飯なのかよ。技が置き土産。置き土産にシャリだけ置くな。困惑するだろ、置かれた側。美味しい部分だけ食われてて草。ヘイラッシャが口に入れても、物足りない顔しそう。能力上昇しなさそうだよね。色違いドーブル。名前がレッドブル。レッドの尻尾のドーブルで、レッドブルか。ちょっとうまいな。反応に困るわ。あの日、シャキッとしたレッドブル。レッドブルでシャキッとしとるだけやんけ。エナジードリンクで力上げてるだけやん。悩みの種こらえるダブルウィングから元気。悩みをこらえ羽を生やして元気で今日も仕事を頑張るよってことか。なんで送ってくる人みんな社畜気質のポケモンばっかりなんだろう。働くことに関してポジティブなイメージ持ってる人いなさすぎない。社会の闇を感じますね。ジラーミー色違い名前ポケモンなの。え愛はあなた自分の子供に人間で名前つけるんですか。交換したらこのゲーム名前変えられないからね。一生カテゴリーの名前を背負って生きてくの。残酷すぎる。1レアボール10個だって裏技がすごすぎる。2024年1月1日0時0分40秒にガチャを回すと特製パッチが必ず当たるらしい。やりましょう。やばい、ゲスな声が。3、2、1、はい。嘘じゃねえか。騙された。はい。これでレアボガチャが引ける。うおー。2025年4月17日11時14分50.5秒に押すとレアボが10個出るらしい。2015年何してたかな。ちょっと怖いこと言わないでくれよ。ごめん、みんな先に道外すわ、僕。もう帰ってこれねえ。軌道に落ちたな。快楽の味を知っちまったんだ。あ、5件のメンバーシップギフト。すいません、僕なんかに。こんな醜い渋滞をさらしてる最中にありがとうございます。2016年3月25日19時8分17秒時間感覚、噛みすぎんか、僕。このために僕陸上部入ってたんだ。今報われた、僕の努力が。ありがとう。ポケモンさすがに戻ってこれなくなっちゃいそうなので、あと1回で終わろうから。あ、失敗した。
視聴者から送られた名前がかわいそうなホゲータ。ホゲータ、名前がおデブ。ひらがなだったら可愛げあるけど、カタカナだからね。語気強いよな。あ、でっかいおデブ。めっちゃレアなのに、でかいデブはかわいそうすぎるだろ。愛がないわ。その言葉そのまま返します。僕が一番人のこと言えないから。僕も大人になっちゃったんだよ。ホゲータにブスって名付けるゲスから成長した。成長物語だから僕のチャンネル。見守っててほしい。あれなんか、でっかいおデブ。また来てない、なんか。サイズでかくなったさ。ホゲータのお父さんか。持ち物まっさら持ち。技が飲み込むジタバタ。名前がよく噛んで。持ち物すまらして死んどるやんけ。ホゲータの末路もこうなりそう。またホゲータ。ちっちゃいおっさん。でかっちり揃ったんだけど。しかも名前がデブとおっさんって、ホゲータに悪口書くの流行ってんのか。ウサゴンさんがきっかけですよ。ホゲギ役の大元全部僕やんけ。僕が大人になってもこうして悪意は受け継がれるんだな。悲しい話だよ。お前が言うな。ゴーゴーと色違い。名前が犬。鹿じゃね、どっちかっていうと。ええー、どっかで、殺す気満々の犬連れてくるな。噛みつく覚えてなくてよかったわ。プクリンが期待だけさせてくる指振り大会。相手はマリルリこの世猿。こちらはディアンシープクリン。マリルリの悪巧み、復興2段階上昇。マリルリプクリンとボディが似てる。え？モノマネハーブで相手の能力上昇、コピー。モノマネハーブだ！天才プクリン！復興2段階上昇のペインちゃん、特殊技出せるのか。プクリンのブレイククロー。めちゃめちゃ物理です。この世猿の排水の陣、全能力上昇。指振り界で最強の技ですね。これをプクリンモノマネしろよ。プクリンのサイコファング。サイコファングでかい。効果抜群。弱くね。はい、夜一撃まずい。効果今一つでなんでこんな入るんだ。勇者に当たった。なるほど。プクリンの特攻ダウン。あ、特攻が下がったもん。プクリンの勝ち気、能力が下がると特攻2段階上昇。勝ち気で特攻が上がっていく。プクリン2上昇を壊されそう。ローキックは？お前本当に客席だけ盛り上げて去っていったぞ。お互いに体力ゲージ赤。めっちゃいい勝負だ。いけ、ディアンシー。ディアンシーのまとわりつく。すごいネチネチしてる。音うるさ。いけ、ディアンシー。ディアンシーの砂地獄。いや、だからネチネチしてるんだって。定数ダメの技で倒すな。プクリンは何だったんだ。視聴者から送られた悪臭放つマスターボール。ウソッキー。名前がウソー。テンション高えな、こいつ。マスターボールに入ってるし。持ち物イカサマダイスで。技が涙目がむしゃらジタバタ。絶対ウソバレてボコボコにされただろ。怖い人がサイコロに細工してるだろう。で、詰めてきた時の表情だよ、これ。人生で最も絶望してる時の表情。雪目の子色違い。花嫁。霊界の布つけてる。エコンみたいで怖いな。さすがゴーストタイプ。ビリリ玉色違い。名前が音楽好き。本当に木製防音だけど音楽好きじゃないやん。技が嫌な音。好きならこだわれよ。ローガース。名前がマスターボール。マスボに入ってて持ち物マスボで本体もマスターボールに似てるってこと。マスボすぎるだろこいつ。煙めっちゃ出してるけどね。なんか臭そう。シャドーボール。ジャイロボール。技までボールなのかよ。なんでテラスステラなの。特別感だぞ。輝くのやめろ。マスタータワーリボンつけてて、タワーマスターボール。これをするためだけにバトルタワーわざわざこいつと登んなよ。自分を捕まえてるボールを持ってる気分でどんな気持ちなんだろう。業が深いことさせるような人間も。バグが多すぎるサンドイッチ。ピクニック開いたらテーブル出てこないんですけど、これサンドイッチ作れんの。うわー、めっちゃ床なんだけど。食材床に置いて今からサンドイッチ作る。なんか豆腐の位置おかしくなかった。皿の下に置かれてる。とりあえず嫌いな食材使うか。トマトとか。これあはグザイが床に投げられていくんだが、どういう状況。全部捨てられていくんだけど、こんな背徳的な映像ある。この辺置けばいいのかな。何が起きてんのこれ。パンを乗せよう。どこに。完成。嘘つけ。黒魔術を行ってる。怖い怖い怖い。滑り込んでくんだ。ああはいはいはい。ああでも一応できてるな。なんか味やばくない？砂についてるから。ウーパー宙に浮いてんだけど。ピクニックセットだ。ウーパーなんだよ、これ。僕、こうなってたらしい。食卓に突き刺さっとるじゃねえか。飲酒運転未来丼がひどすぎる。メリネ様のおなわり。教祖かよ。手筋よ。場所を移動します。ご同行。こういう人に向かって、ウィーとかやりたくない。元気してる？手持ちのライドポケモンをお出しください。アギャス。伝説かわいいな。威厳が。頑張れば食べそうなポケモンでよかった。バカにされてるぞ。アギャスさん、これをお食べ。アギャスさんになってるんだけど。餌付けされてる。こいつ、食に弱いからな。ああ確定した。確定しちゃった。道具内に自生していた不思議な葉っぱ。調合し飛行能力を増幅する丸薬にしました。本当に麻薬やんけ。飛んでる未来丼でリングをくぐれ。任せてくださいよ。おい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 、うわっ、うわっ。言い訳させてくれ。もうどっちどっちどっち、うわーん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 、合格おめでとうございます。すげえ真顔じゃんこの人。本当に思ってる。